Happy Thanksgiving to you. 皆さんご機嫌いかがですか感謝祭のアメリカから、市場まりです。え、実は今日ね、あの、まあ、感謝祭の日に <laughs>、少し早めの夕飯を食べているところを <laughs> 生配信しようと思ったんですけども、やっぱり私、あの、感謝祭とかね、結構苦手なんですよね。一人ぼっちなんで。普通は家族でね、こう、集まって、 なんて言ううでしょうねわきあいあいとやる日にここ13年ぐらいずっと一人なんですよねまあバニーちゃんがいた,いたりねあのうきがいてくれたりはするんですけれどもやっぱみんながワイワイ集まってるところを一人ぼっちっていうのはどう考えてもね,気,が沈みますよね気にしないようにしてるんだけどなんか直前にねそういうことを思い出せる出来事っていうのがあるんですよねなぜ私が1人でいるのかとかとね。 なぜ他の人たちはみんな集っているのか。うん、まあ息子たちもね、いつもあちら側の家族と共にいるわけですね。非常に考え始めるとね、ここにいたくないという気持ちになってしまうのでね。非常に危険な日だと私は思います。そのわけで、ちょっと昨日今日といろいろ、あの精神的に苦痛を感じることがあって。あの、みんなの前でね、カメラの前で、あの、ご飯を食べている。 そんなのんきな雰囲気ではないので今日はちょっとずっぐぐぐっと落ち込ませていただくということで無理してご飯を食べることはやめます、えー、また週末にはねあの少し元気が戻るように頑張りたいと思います、えー、I was gonna have some kind of dinner on camera today but、um, there are a few things that made me feel really down so i've been here alone on thanksgiving day uh, for the maybe last 13 14 years no one really cared about my existence here on thanksgiving day so it's not a very happy day for me so i don't want to pretend like i'm okay or i'm having a good time on camera so um, today i'm gonna be down <laughs> i decided i'll just be natural i'll be down uh, Anyway, um, そしてね、あのー、今月の終わりにはあのー、BTS がねロサンゼルスで、まあ、コロナ明け初めてコンサートをやるんですけども私はあのファンクラブにも入っているので何、あのー、て言うんでしょうね一番早くチケットが買えるあ立場にいたわけなんですけれどもあのいろいろねファンになって日が1年ちょっとなんで。 いいいろろからないことがあってあのチケットマスターというねこちらで、まあ、一番大きなプレイガイドですけれども、まあ、そこの指示に従って、まあ、3週間か4週間前でしょうかねあのオンラインで一生懸命チケット買おうとしたんですけどもウェイティングルームというのがあってねそこに1時間実は待ってなきゃならなかったんですよね。それを私がちょっと分からずに 発売時間に行ってしまったらもう何万人も待っていて結局ファンクラブのメンバーだけどこうチケットをね私が石回取ろうとするんですけどそのシステムがねこうチケットを選ぶじゃないですかたくさんこうチョイスが、まあ、たくさん実はチョイスがないんですけどチケットの番号をこう選びますよね座席の。 ここそうするとね一生懸命最後のところまでね行くんだけどですけどそうすると「ああのー、他の人にチケット取られちゃいました」っていうのが出てそれをもう50回も60回も繰り返すんですよ「あじゃあこれはどうだこ,このチケットはこの座席はどうだ」って最後の方にはもうね、あのー、もう一番遠くの席みたいになっちゃって惨めな気持ちになってそれでも頑張って取るんですけど「ああの人に持ってかれちゃいました」っていうのがもうそれ1時間半ぐらいね続きまして。 最後はもうやめましたなんでね、あのー、自分自身がね自分を誇らなければならない立場であるアーティスト何でこんな思いをね <laughs> しているのかっていうのが非常にね惨めなその時の気持ちになってまあウェイティングルームにいなかった私が行けないんですけどまあね私もね父は3,000人ぐらいねファンクラブのメンバーがいた人間で今は100人ぐらいですけどもねファンクラブのメンバーさえもね あのチケットが買えないコンサートをやる BTS ってどうなんだろうかと、まあ、BTS のせいではないにしてもファンクラブのメンバーにそうやってねチケットを争わせるっていうのはどうなのかと何て言うのかなもう商売商売っていう感じで彼らはぐん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 進んでどんどん私たちに物を買わせようとするけどファンクラブのメンバーの心もね守れないようなグループってどうなんだろうと思って興ざめしてしまいました。 まあ自分が行けないんですけどチケット買えた人はいて彼らはまあ何年もアーミーやっててねあの慣れてるんでしょうけどじゃあ新入りは祖父ううに例えばちょっとね方法をうっかりして間違っても一生懸命やってもチケット1万も取れないのか端っこの席さえも取れないのかとだからファンクラブのその会員の数がねそのなんていうの,あのコンサート会場の座席よりも 上回ってるわけですねど,ど,うどうなのかなってだから私が悲願んでるのかもしれないけどいやそんな思いでチケット取りたくないですよと思いましたでどん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 ねメインストリームを駆け抜けてコールドプレイと一緒にねジョイントでまあレコード作ったりパフォーマンスしたり私としたらえ今更コールドプレイなのと。 私がコールドプレイに、まあ、息子たちの意見もあって夢中になってたのってもうだから私もそうやって「今更石回りなの?」って言われるのは嫌だけど彼らも引退するしないもうツアーしないするってもうなんだかガタガタやって <laughs> あれまだいるのっていうそういう <laughs> そういう感じでもうどんどんハリウッド化してねまあ BTS とコラボねまあすごい分かりやすい。 すごい分かりやすいあの組み合わせだと思うんですよ。で、Fixu とかね、あの BTS の方も伏線を張るようにカバーをして、それで共演になって,って全部全部数字書きがねあってね。でまあなんだろうな、音楽的にもね。私は前も言ったけどあの Boy with Love の 頃がね一番ちょっと少年と青年とのね中間ぐらいでね一番魅力があったなと、まあ、そんなこと言ったらマリ、ま、ちゃんもね27歳ぐらいが一番魅力があって今の私はねただのババーって思う人もいるかもしれないけど私はその作られたイメージとかあのー、で売ってないからさあのー、いつまでも素の魅力はあると思うんだよババになってもねこれ買えあれ買えってすごいよ全部買ってたらもう。 1か月の給料なんて一生懸命お勤めしてる女の子の、ね、給料なんかぶっ飛んでっちゃいますようんどうなんだろうとにかくコールドプレイじゃない,いやどうせクロコールドプレイも来るんでしょうけどきっとね BTS のコンサートは行きませんそしてアメリカミュージカルワールドのパフォーマンスも見ていませんなんかもうねやっぱ傷ついちゃったんだよね、まあ、傷つきやすい私で申し訳ないんだけど打ちひしがれたって感じです まあそんなわけで、えー、今日は、まあ、サンクスギビングを暗く落ち込んで過ごしたいと思いますまあ落ち込んで落ち込んでもここからいなくなりたいっていうところにたどり着かないところでなんとか踏ん張ってあのー、今日一日を送りたいと思っています皆さんもいろいろ大変なことあるでしょうけどもまあしがみついてね今日一日をどうかあの超、ー、えてください 飯島まれでした